フラノプリンスホテルは北海道フラノ市にあるホテル。この項目では新フラノプリンスホテルについても記載している。1972年に北の峰スキー場を譲り受けしたプリンスホテルが1974年に北の峰プリンスホテルを開業し、1988年に新フラノプリンスホテルを開業した。周辺にスキー場、ガーデン、カフェ、温泉、 ゴルフ場などがあるリゾートとなっており、パークゴルフ、熱気球体験フライト、セグウェイ体験、ラフティング、冬期間のフラノカンカンソンなどのアクティビティがある。なお、フラノゴルフコースは、車で20分ほど移動した同士やわた球に一致している。2005年に閉鎖したフラノプリンスホテルゴルフコースは、翌年からクラム総主催によるフラノ自然塾が開校しており、 ゴルフ場跡地を森に返す自然変換事業と環境教育事業を行っている。フラノプリンスホテルから新フラノプリンスホテルまでは約4キロメートル離れている。このホテルのスキー場は国土により再開発に成功した最高の事例の一つと呼ばれる。フラノプリンスホテルは三角屋根が印象的な本館と1976年に増築された別館がある。 別館にはエレベーターがない。客室レストランバーその他、新フラのプリンズホテルは、総客室数407室のリゾートホテルである。階数構成は、B1、LB、GF2 階から11階、12階となっており、実質的には、地下1階、地上13階である。建物の外観は、楕円柱状をしており、フラノスキー場側、 十勝岳川、それぞれに、大円故状に客室を並べ、中央部は外気吹き抜けとし、両側をつなぐように、エレベーターホールなどを排した設計になっている。一棟で、ほぼ完結しているので、館内移動に長々と、歩かされるようなことがない。ゲレンで直結の GF 階に、宿泊者用、スキーロッカー、スキークローク、更衣室、レンタルコーナーなどがある。 GF 会から出るとすぐにプリンスロマンスリフトに乗ることができ、またプリンスゲレンデから滑り込んで戻ってくることができる、機能的なスキーリゾートホテルとなっている。2016年4月から全室で無料インターネット接続が利用可能である。客室レストランバー温泉その他フラノスキー場、北のミネゾーンを除き、基本的に以下の施設はシンフラのプリンスホテル側にある。 フラノスキー場フラノロープウェイプリンスパン工房ニングルテラスフラノドラマ館ルゴロワフラノコーヒー森の時計そうスバー風のガーデンピクニックガーデンフラノゴルフコース新フラノプリンスホテルに関するカテゴリーありがとうございます